タクシーに乗る寂しげな女性。しかし口元に目をやると明日を前向きに生きようとする女性の姿にも見える。文章が書いた作品、今日も無事に過ぎてゆく。これはあるヒップホップアーティストの歌にあった歌詞だ。将来不安を考えていても世間は無責任に進んでゆく。それを絵にしたいと思った。タクシーという名のコックピットに入り、一人取り残されてゆく。孤独を感じ窓の外を眺める。街のネオンが流れ去ってゆく。文章は日々の流れを窓に映るネオンの流れで見事に表現した。空間の中で光の位置と影の位置にこだわった。青を基調とした絵の中で主人公の女性にスポットライトが当たる。それゆえに主人公の女性は物悲しくも凛とする。悲しみや孤独を乗り越え明日に向かう美しき人間の姿。そんな姿を文章はこの絵に残したかったのではないだろうか。こだわりは美の追求。絵がどれだけ美しくなるかを追い求めている。建築設計とグラフィックデザインの仕事をする文章。そのスキルを生かし描く絵には空間を取り入れるようにしている。光と影を置き凛とした女性の姿を象徴させる。それは何かを物語らせる。文章は言う。絵を見た人がどう感じるか、どう想像するか、それがアートなんだと。